はい、皆さんこんばんは。というわけで今回もやっていこうというふうに思います。将軍の時折プロレスニュース。はい、というわけでございまして、今回はですね、プロレスリングディアーナで行われた渡辺桃対梅崎遥の一戦のね、記事が載っております。こちらの方を紹介したいというふうに思います。渡辺桃が梅崎遥に干渉、スターダム対ディアーナの全面戦争勃発、やってやるよということでございます。女子プロレススターダムの極悪軍団ヘイト渡辺桃がディアーナの梅崎遥から完封勝利を挙げた。完封勝利って言ったら何でしょうね、野球じゃねえんだからね。13日の東京後楽園ホール大会のメインイベントで2人の初のシングルマッチが実現。この日が3連戦目で敵地に乗り込んだ渡辺桃は絶好調だった。セコンドのリナと場外で大暴れすると梅崎を客席へ投げ飛ばし圧倒。さらにリングに戻ると勢いを増していき、重く鋭い蹴りを連発。5分過ぎフランケンシュタイナーからプランチャーを食らい、形勢逆転を許す場面もあったが、バットで殴り B ドライバーをズバリと決め流れを引き寄せる。最後は顔面を蹴り上げ、必殺のピーチサンライズで完璧な3カウントを奪った。そしてですね、試合後、観客のブーイングに不敵な笑みを浮かべた渡辺桃は無言のままリングを去った。だが梅崎から、人のリングに上がってよくもこんなにやってくれたな、絶対に許さない、今日は負けたけどディアーナは若手が育ってきてる、私たち対ヘイトで全面対抗戦やってやるからなこの野郎と宣戦布告されると、渡辺も黙っていられない。リングに戻り、梅崎の髪の毛を引っ張ると、やってやるよおい来いよと絶叫。バットで殴り飛ばし、顔面を何度も踏みつけた。バックステージに現れた渡辺桃は、ディアーナのセンター強気でいいんじゃね、でも若手を引き連れてヘイトと全面戦争なめやがってよ、若手じゃなくて一番上を連れてこいよ、まあ新人ぶっ倒してやる、でもやってやるよと吐き捨てて控え室へ消えていったという記事でございます。最後の最後で噛むというね、大事なとこで噛んでしまいましたが、まあね、このね、プロレスニュースの方でもね、取り上げましたが、スターダム勢のね、他団体進出というのがね、最近活気をね、活気づいておりますが、まあ今回のね、このディアーナさんにはですね、モモ選手の他に、このね、リナ選手も出場して、リナ選手はデビュー6周年にあたる試合だったらしく、ほのか選手とね、タッグを組んで、ジャガー横田選手、七海選手と対決ということになっております。はい、まあこれでね、ヘイトとディアーナがっていうことでございますが、まあ前回ね、動画をアップした時に結構好意的なコメントばっかりだったんですよね。その全面対抗戦っていうか、まあこうスターダム勢が外に出ていくっていうことは、こう業界全体のね、底上げにつながるっていう、自分がね、まあそういう風な話をしたんですけども、それに賛同してくれるコメントの方が非常に多くて、非常にあったかいなという風に思いました。これでね、本当にね、そのディアーナのね、戦いというものがまたいろいろ色濃くなっていくのも面白いなと思いますし、やっぱりこういうそのスターダムはね、大所帯ではあるんですけど、他の団体ってね、そんなにその選手層っていうのが厚くないので、そういうユニットだったりとかっていうのってあんまり作られてないと思うんですよね。そのタッグとかはね、あったりはしますけど、だからそういうそのヒールユニットっていうのって重宝されると思うんですよ。特に桃選手なんて日本にとどまらず、その海外とかでもものすごく評価が高いじゃないですか。その自分の生配信とか同時視聴配信でもね、桃選手はもうスターダムの中でも随一の受け身のうまさっていうのを持ってらっしゃるっていう話をずっとしてるんですけど、やっぱ怪我が少ないですよね。でこの若さで
これだけのこうインサイドワーク、そして、いろいろな、ね、フィニッシャーを持ってらっしゃったり、そしてもちろん、ね、打撃も鋭くて、なんていうかな、やっぱり何でも持ってらっしゃる天才だなと思います。今そのベルトは巻いてないですけど、そのゴッテスは、ね、巻いてますけど、そのシングルのベルトというものはモモ選手は巻いてないですけども、もともとねその白のベルトのね記録を持っていらっしゃったりとか、まあ実績はすごくある方だし、まあヒールターンしてからね、まあいろいろ言われたりとかっていうのはあったりしますけども、すごくね貫禄もあって人気が高い選手だなというふうには思っております。なのでね、どん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 ね、モモ選手の評価ももちろんなんですけども、ディアナのね選手の方々にこう注目がどん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 、やっぱ梅崎選手を筆頭にね、もちろんねその京子選手だったりとか上の方はもちろんいらっしゃるわけですけど、もともとはねそのサリー選手がね所属してたりとかっていうのもともあったわけですけど、そこにね七海選手だったりとか、そしてまたね若い、ほのか選手だったりもそのジャジャウマトーナメントだったりとかに出場したりとかっていうとこがあって、いろいろ活躍の場を広げている部分があるので、だから自分ね見ててこの梅崎選手と桃選手が対峙するっていうところも非常に注目度が高かったんです。まだ試合自体はね見てないんですけども、この記事を読む限り非常に盛り上がったんではないかなっていうふうに思っております。皆さんはねどういうふうにご覧になってたでしょうか。自分もねこの動画とかでねいずれね近々拝見したいなというふうには思っております。そしてネットの反応なんですけど、かなりね好意的なコメントが多かったんですよ。そのやっぱりこうね桃選手が大暴れしてくれることによってディアナが活性化するとか、その女子プロ界が活性化するとかっていうコメントも非常に多くて、わ非常にあったかいなっていう風に思っておりました。でも中でもねやっぱいるんですよ、かなり匂い立つね臭いコメントはね、臭いコメントがあるのでちょっと紹介したいなという風に思います。これはね梅崎選手へのコメントですね。要は乾杯ですか、分かってたけどプロレスに集中したらっていう、こういうねまあプロレス以外でもね活躍されている梅崎選手なわけですけど、大きなお世話ではないかなというふうに思います。じゃあ他のね、クソコメはですね、これは桃選手に向けて結構ね同じ人が言ってるみたいな感じもあるらしいですけど、クソコメね、読んでいきます。レジェンドの井上ジャガーと戦う度胸あんのっていうやつとかね、カルマとしてヘイトを裏切っていいんじゃない、ヘイトの試合内容もしょっぱいしとかね、スターダムじゃなくてヘイトが勝手にぶちまいた内容じゃん、他のユニットメンバーを巻き込まないでほしいという、かなりねもう匂い立つコメントがねめちゃくちゃあったわけですけども、まあめちゃくちゃっていうか少数なんですけどね今回はねはい、まあほとんどが好意的なコメントですね。まあこういうクソコメみたいなのをね今後も紹介していこうかなとクソコメをねなんか好評だったらねクソコメぜひ紹介してくださいみたいなコメントをついてくればいいなみたいな感じで思っておりますけども、はいはい、というわけでございまして、もうね、自分もね、この試合ね、すごく楽しみなので、チケットを買ってっていうのはね、見れなかったんですけど、時間がね、ちょっと合わなくて見れなかったんですけど、この2人の対戦っていうのはすごく見たいなというふうに思いました。まあ、その、ね、梅崎選手は昔ね、そのニューブラッドでカルマとしてね、キッド選手と組んで、初代のね、ニューブラッドのタッグと取ったりとか、まあ、ちょっとこうダークな一面っていうのも二面性で持ち合わせている二面性レスラーでもあるんですけど、やはり梅崎遥といえばねやはりはつらつとしたスタイルっていうのがすごく人気が高い、そしてねやっぱりこうビジュアルもねもうアイドルのような方ですので、でそこに来てやっぱり桃選手と対峙するっていう構図がまたね影と光みたいな感じですごくかっこいいじゃないですか。なのでこの2人の対戦はねいち早く自分も見たいなというふうに思っております。
はい、というわけで今回はですね、あのクソコメを紹介するという新しい試みをやってみましたが、皆さんいかがだったでしょうか。はい、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。将軍の時折プロレスニュースでした。また次回お会いしましょう。あ、これじゃねえや、こっちだ。将軍の時折プロレスニュースでございました。また次回お会いしましょう。さようなら。